私たちが、今年やろうとしている、ドン・フランシスコってショーなんですけど、まあ、実は今年アンバインブルーパーツ、今年じゃなくて本当は去年だったんですけどね、もともとアンバって結構和物をするチームだったんですよ。で、2010年に初めて全国大会出場したショー、下克上っていうショーで、それが和物だったんですよね。はい、で、実は2020年にこのショーを企画してやろうとしてて、ちょうど10年目の節目で和物に再挑戦、しかもハイブリッドな新しいショーのところで、このドン・フランシスコっていうショーにトライしてみようとしたところです。はい、どんなショーになるんですかね。そうですね、まあ、ドン・フランシスコって言って、大分の偉人になるんですけど、歴史上の人物なんですけど、ポルトガルから来た南蛮文化の話がまあちょっとメインなんですけど、ポルトガルから来たザビエルというこういうおじさんが来て、今日はその大分に南蛮文化をやったり、キリスト教の教えをいろいろ広めてくれた人との話にはなってます。で、そもそも今年のショーのタイトルがドン・フランシスコって私たち名前出してるんですけど、ショーの内容としては大友宗麟さんのショーなんですよね。じゃあなんでドン・フランシスコっていうテーマタイトルにしたんですかね。ドン・フランシスコっていうのが、大友宗麟が、まあ、ザビエルたちからキリスト教の教えをこう学んで、それをこう感銘を受けて自分自身もキリスト教ポイントの人だったり、こういろんな世界の日本人の人にキリスト教を大友宗麟自身がこう普及していく中で、キリストの家族たちからあなたはドン・フランシスコって名前を持ちなさいということを受けてドン・フランシスコっていう名前になりました。ね、大友宗麟からドン・フランシスコ、僕も調べたんですよね、この賞を作る。まず大友宗麟だったことって言ったら、そのキリスト教の布教だったり文化をどん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 取り入れていったわけです。で、その中で一つやっぱすごいことっていうのが病院ですね。日本で初めて病院を作ったっていうのも大友宗麟、国立病院日本で初めて作ったのもなんと大友宗麟です。大友宗麟は日本人で初めて西洋音楽を聴いた人でもあるんですよね。まあ、そういった音楽とのつながりも実は大友宗麟さんはあるんで、戦の中で初めて大砲を撃ったのも大友宗麟さん、また名をドン・フランシスコ新しいことをすごくいっぱいやってきた方、まあ、それが我々こう大分県のねマーチングバンドでやれるっていうのもすごい、はい、魅力的だし、まあ、実際作ってる私たちもすごい今年は楽しみなシーズンでもありますね。我々の動画を見ていただきありがとうございました。今後もですね、いろいろな形でまだシーズン始まってないですけど、ネタバレを理解していこうと思いますので、ぜひこれからも動画のご視聴お願いします。はい、今日はありがとうございました。この色だったらかなり見た目もマッチしてかっこいいんじゃないかなと思います。バイオハザードもできそうな、はい、ごめんなさいキリスト教の人たちがもうあなたはドン・フランシスコっていう名前で登録してたわけじゃない登録団体登録してた違う じゃんけんタイムいっちゃう？じゃんけんだわ。なんかいいねから。ではないか。そんな。じゃあ来週もまた見てくださいね。こうてんか。やろうや。懐かしくない？こうてん。いや、俺はもう。もうそれだったら立ってやるよ。こうてん判定。いや、まあそうやけど。なんかいいね。昔ずっとそれ言いよったよ俺も。あ、そう、うん。マーチングのサザエさんがあったら。またね。この札を隠しておくでやって。では来週もまた見てくださいね。こうっていう。はっ。バイバイ。
え絶対そこだろ2人でやっちゃうけん、なぜ2人で笑ってるんやめよう。そうね。